どこに行くんですか。今日試合ですよ。今日試合。そうですよ。マジですか。世界チャンピオンに。大丈夫ですか。減量とかちゃんとうまくいきました。あ、減量とかはないですよね、今回の試合には。あ、そうなんだ。そう、どんな試合なんですか。バドミントンですよ。あ、出ました。奥原希望って知ってる。あの女子のすごい人ですよね。そう、世界一になったこともあるバドミントン最強女子ですよ。と試合です、今日は。バドミントンで倒してやろうかなって。いけるかね。それはいけるでしょ。俺の身体能力と動体視力完全に舐めとるん。絶対バドミントンどうなります。バドミントンやったことあるよ、スポッチャです。あ、そう。ラウンド1のスポッチャでやったことあるよ。地元のね。でもね、あれね、良くないんですよ、スポッチャ。というのも、眩しいんすよね。夜中に行くじゃん、俺たち。うん。したら、ちょうど羽が上空に行った瞬間に、その光と重なる瞬間があるんですよ。はいはい。眩しくて見えないんですよ。もう太陽圏食らったみたいだから、こっち。でも今日は聞いてください。体育館なんで。あ、俺の土俵ですから。しっくり。リクルの土俵なの。そう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 。いや、もう、眩しくないといい意味ではね。まあまあ。で、まあ、なんと千葉県でね、はい、千葉県の体育館に向かってるんですけども、それまで時間があるということで、サブちゃんを回している次第でございます。そうですね。これ2回目なんだけど、ベンツ乗ったの。あ、俺3回目ですよ。所有者3回目です。やっぱいい車ですね。いい車っすよ、こんな。久々の天気ですね、このいい天気。最近梅雨だったじゃん。あ、そうね、気持ちが落ちますから、やっぱ雨って。俺なんて昨日旅行行ってたのにさ、雨、ね、うん、雨だったんだ。そうそうそう、なえるね、それ。まあね、景色とかもさ。そうだね、綺麗に見えるは。あ、また事件起きました。何逆行ってる。何逆行ってる。どっちが。さっきのとこ左です。は、そんなことないの。ミラーで見えます、タコマの焦った顔が。どうしたの。横浜の方に行っちゃってますね。これ間違えたんだよな、あの左か右行くと思う。ちょっと急いで修正しないでください。これ何なの。思い込むときありますから。これ何なの、じゃあ。え、これ何。U ターンしてください。どうする。え、どうそう。出だしからちょっとつまずいている。全然あれじゃん。え、でもそっちのナビでさ、到着時間9時51分で変わってないじゃん。頼むよ。暗いっすね、そして。試合できんかもしれん、最悪。最悪？うん。11時半までしか体育館取ってないんで。あ、1時間半しかないんで、これそもそも遅れたら、相手のね、動画とかもありますから。これ今日2対1やるんですよね。いや、まあ最初俺が1対1だって、無理だったらね。あ、まあだからでも多分吉田君ではないかもね。俺は勝つから。なるほど。俺、背中痛いんですよ、そういえば。あ、そうなんだ。一人、じゃあ、ミクルだけで十分だね。まあ、そうでしょうね。今回。普通に、まず男と女っていう時点で、その運動能力に差ありますから。あ、まあ確かにね。そもそもね。うん。確かに確かに。まあ、世界チャンピオンってすごいけどさ、やっぱり。相当すごいね。でも負ける気はしないよね。まあまあ、やっぱその心は大事ですよ。うん、やっぱり。最初からね。分析してはないんですけど、うん、でちょっとね、チラッとだけね、うん、YouTube で、奥原のぞみって調べて、うん、動画見させてもらったんですけど、はい、無理っすねこれ。って思ったけど、コロッと変わったよ。違う違う、無理っすねって思ったわけよ、その時。あ、とんでもない速さよ。ドラゴンボールの18号みたいな。いや本当よね。そんな動きしてますから、中国人とラリーしまくっとって、そのなんかスピードが半端じゃないの。球もやっぱ速かった。あれ肉眼じゃ追えんねん。あれね、第三者から見てあの速さじゃん。対面したらもっと早いよ。確かに。まあ、ただ、うん、パンチの方が近い距離から打ってくるじゃん。スピードでは負けてないと。いや、そもそも、うん、あっちは多分 15m とか離れてるわけよ。 10m とか。そうだね。そっから打ってきてるじゃん、うん、こっちはもう 1m とかの距離から甲斐とか天心君とかの攻撃を受けてるわけですよ、こっちは。あ、どっちが速いですかって話は。あんま顔当たらないでしょ、それでも。でもさ、サッカーの時も言ってたけどさ、それ、うん、ダメダメだったやん。
違う違う、サッカーの時はでも結局結構止めたでしょ。そうだけど、そうそうそう、あれなんだよ、多分逃げる癖ありそう。受けに行くじゃん、やっぱサッカーもキーパーもそうだけどさ、バドミントンも受けに行く方じゃん、取りに行く方。でもイクルは逃げる方じゃん、反対なんだよ。いや俺カウンター合わせる方ですから。だから今回のバドミントンとかで言ったら、うん、羽に対してカウンター合わせてくるのと一緒ですから。あ、そういうこと。そう、顔にパンチ当ててますよね俺、うん、カウンターで。で一緒ですからね、カウンター合わせまくってバドミントン得意だと思いますよ多分ね。多分ね。でしかも、うん、そのバドミントン一回忘れて、はい、そのあの奥原さんと俺の運動能力で言ったら俺の方が上回ってるんですよ絶対。走るのも速いし、あこのだから要するに反復横跳びとかも多分俺の方が速いと思うんですね、体力テストやって。どうなんだろう、まあ、だからその瞬発力みたいな、うん、このパッて横に一瞬で移動できるこの範囲って俺の方が広いと思うんですよ。ああまあそれはそうだ。で手も俺の方が長いじゃん、うん、で威力も俺の方があると。はいはい。で動体視力も俺も高いと。こうなってくるともう俺が勝つよねっていう話になってこん。まあ確かにね、勝てそうっちゃ勝てそうだけど、うん、そういう感じですけどね、こっちは。本当にでも勝てそうって思うんだろうな、その塩澤さんはさ、うん、奥原希さんを見てないから。まあでもなんか小手先の技使ってきそう。いや、フワチョン攻撃とかさ、あのネットギリギリのまあそういうのは緩急つけてくると思うんだよね。思いっきり遠く投げといて、俺が必死で取ったやつを次フワチョンでピョンみたいなパトみたいなあのポトやめてほしいんだよね。あれさ、本当にやる方もすごいむずいですからね。確かにあれリスクありますよね、うん、ミスったら自分の方が入っちゃうし、ね、そうそうそう。でどのくらいのコントロール力あるんだろうな。相当よ多分。顔とか狙えるぐらいって言ってたもんね、確か。狙えるだろうね。すごいっすよね、でも人間何でも極めたら。現役の人ですもんね。現役のチャンピオンですよ。最近現役多いっすね、なんか現役の方と。いや、本当に YouTube 始めたことによってね、はい、いろんな業界のすごい人に出会えて、うん、もうみんなもありえないことですから、これ。そうだね、本当に。言っても、すんばらしい人だらけっすよ、やっぱり。アスリート。はじめね、そうそうそう、アーティスト様だし、そう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 、本当に素晴らしい人生ですよ。バドミントンさ、はい、俺これ勝っちゃったらどうしようね。勝っちゃっていいのかな。まあそれは本気でやらんとね、そこは失礼よ、逆に。まあね、手抜いたりしたら失礼。いやいや、それは手は抜かないですよ。勝ったらちょっと気まずいなと思って。まあでも男子はやっぱレベル高いんでしょうね。普通にやっぱりさ、女子の世界チャンピオンと男子の世界チャンピオンだったら男子の方が強いでしょ。まあそれはね、多分そうだと思うけど、意外に女子の方が強かったりするのかな。うん、そうね、分かんないよね、試合ってやっぱ。確かにテクニックとかさ、器用さは女子の方がありそうだよな。でシングルってあれコート結構狭いからね。あ、そうなんだ。そうそう、だからね、意外といい勝負するかもね、あのトップの男子とトップの女子で。ああ確かに、それ見てみたいですね。やっちのチャンネルでは、うん、俺がバドミントン そのスマッシュを顔で避けれるかみたいな、やるみたいなんですけど、はいはい、避けれるでしょみたいな。そんなそれは避けれそうだね。どっから打ってくんのって話だけど、1メーターぐらいのところで打たれたらさすがにきついし。ああ、そうだね。何キロ出るって言ったっけ。300キロとか言ってたよのぞみとかのレベルよ。のぞみちゃんだけに。そう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 。すごいな。300キロはやばいですね。300キロは相当速いわ。野球の球でもさ、150キロでも打てんからね。ダルビッシュさんとか160キロぐらい出るでしょ、確か。ああ、そうだね。それでも、バッターボックスだったらとんでもないスピードじゃん。うん。やっぱり、バッティングセンターとかの。120キロでも打てんじゃん。そうだね。避けれるとは思うよね。あ、その当てに行くのは難しいけど。そう、え、あれの2倍ぐらいのスピードでバドミントン打ってくるってこと今日。そうだねやべえじゃん自信なくなってきた。まあね、でも、バットより
これちょっと言っちゃ炎上するかもしれないけど。いや、これまあ炎上するかもしれないですけど。いいですか？ハエたたき。わかりやすいですよ。だから、ハエ、白いハエを捕まえに行く感覚で行くしかないよ、今日は。ちょっとでかい白いね。そうそう。でかい白いハエをね。そういうイメージ、俺は。ああ、でもそのイメージって大事だからね。うん。なんでも。でもね、奥原さんは言ってたんですよ。バドミントンを広めたいと。はいはい。バドミントンの素晴らしさをもっと世に広めたいとね。うん、言ってましたね。いや、僕たちがね、その手助けをできればなということで、うん、今日撮影するわけなんですけど、まあ、こんなね、はい、白いハエなんて言ってこんな広まり方していいのかなっていう。それはミクルの中での想像だから。そうですね。まあ、やってみて変わるかもしれないしね。そう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 。白いカナブンに変わるかもしれないし。その違いは別に差がないけどね、特に。いや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 、ホントにコーヒー飲みたいっすね。知ってますか皆さん、コーヒーを1日2杯以上飲む人は他の飲まない人に比べて幸せの幸福度が 20% 上がるらしいですよ、やっぱりね、人間っていつでも向上心だと思うんですよ、なんか人生諦めこのぐらいでいいやみたいな、この人生でいいやみたいな、どっかで諦めた瞬間に、うん、もうそれ以上にはいかないですから人間って。そうだね。でもカフェインを取ることによってちょっとテンションが上がるよ、俺はこれもいけるみたいな。いや、それは分からんだけど。カフェイン取れないんだっけ俺はね。カフェインアレルギー。多分アレルギーだね。全然テンション上がらんカフェイン飲んだら、うん、逆に下がるもん。かわいそうだ。コーヒー飲めないんだっけ。飲めなくはないけどカフェインが合わない多分。あのレッドブルとかでもなるもんね。ああ実際。じゃあそれアレルギーですね、やめた方がいいですね。そう。でもコーヒーのがやっぱあれ強いのかな、多いのかな、コーヒーの。ああ、カフェインね。なんか すぐ来るっていうか。まあ、でも吉田君の場合は酒を飲んでテンション上がったりするわけでしょ。そうっすね。まあいいんじゃないですか。あれ、なんでもう出口出てんのこれ。あ、間違えダメですね。違う、こっちに行きたかったの。まもなく浮島出口、木更津方面斜め右方向。チラ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 ナビを確認しながら箱に手を当て、俺一つ勘弁してほしいなってずっと思ってたことがさ、若い頃、まだ本当仕事始めたての頃よ、10代で、その頃ってもう親方とかのさ、おしゃれなパーキングいいこと聞くしかないじゃん。でかいよね。なんでも仕事でも教えてくださいって立場だから。はい。その時に休憩でさ、絶対コーヒー持ってくんだよね、そういうみんな。確かに。いるかも。でもなんか飲まんのも失礼だなと思って、ね、頑張って飲んだったけど。マジで3時の休憩の後地獄よね。だからそんなん飲まなくてよかったでしょ。俺は飲まない派ですよそういうの。いやでもね、やっぱり当時の僕は。じゃあ俺それで言うと、そんなことよりも、親方たちってさ、小銭ジャラジャラ入れとるやん、こうやってジャラジャラ出してこれでコーヒー買ってきてくれみたいな、でまあ行くわけですよコーヒー買いに。で、コーヒー一杯に対してさ、買ってきた挙句ごちそうさまですっていうのがマジでだるかった。で、ドヤ顔やん、親方。コーヒー一杯で買わせといて。別に自分で買う、欲しかったら自分で買い行きますけどみたいな。そのぐらい。あれ、なんかみんなの分買うからお前買ってこいよ的なね。そうです。120円でマウント取ってくるあたり。それ結構ね、横行してるんですよ、現場では。あるあるかもしれない。あるあるなんですよ。若い衆買い行ってこいっつってね。いやいやと。ドヤ顔もね、気に食わないんですよね。おごってやったぜみたいな。いい気分だぜみたいな。俺って優しい親方だな的な、そのノリ。俺あんま好きじゃないんですよ。焼肉おごったぐらいの感じなんですよ、顔が。そんなに。そう。なるほど。それちょっときつかったな。
っぱどんな世代にもね、頭のいい人というか尊敬すべき人っているんで、まあ、そういう経験をね吸収して今の僕が、ね、出来上がってるんで、そうですね、現場の中でもすごい尊敬した人とかいましたよ、やっぱり。ああのね、一番僕が尊敬した人っていうのは親方みたいな人ってさ、結局そのまあ俺たちみたいな当時若いような部下を道具として見てるんですよ、大体の人が。 あれ持ってきてくれとか、そ、ね、まあ、その仕事の工程は親方が考えてるから、まあ、部下は俺の手となり足となりっていう考えなんですね。でもね、僕唯一一人出会ったその尊敬すべき親方は全部自分で物取り行くんですよ、欲しいものあったら。で逆にこっちが考えるんですね、次この人何が欲しいのかなって。あれはね、尊敬を与えしましたよ、僕の中で。やっぱね、どんなにあの親方が偉くても、そのみんな人間なんでね、そうですね、ほうき持ってこいなんてそんな言い方されたらいい気持ちしないんで、でも自分で考える、下の人も自分で考えるような環境ってすごく、そういう風にさせてくれたんだね。そうそうそう、させてくれたのか、もうそこまで読んどったのか分からんけど、その人が自分で取り行くみたいな、全部なんか取ってこいと言われたことはほとんどなかった。なるほどね。そう、それとね、掃除をすごいね、その人は真面目にやってましたね。終わりよければ全てをしているじゃないですか、はいはい、だから掃除って気持ちよくなるんですよ、自分も相手も。なんかまあその途中の工程がさ、どうであれ掃除だけしっかりしちゃったら、あ、なんかそうやってくれたなってなると思うんですよ。そうだね。そう、その2つはね、ちょっとすごい尊敬しましたよ、僕は。いや本当にそのね、掃除ってマジ大事ですよね、最後ね、最後マジ大事ですよ、やっぱり。やっぱりそうですよね、掃除って、うん、普段どんぐらいペースで掃除します？俺は毎日してるかな。あ、そうなんだ、うん、基本的には忙しいけど、うん、なんか溜まってからやるっていうのが好きじゃないから、時間あれば掃除するタイプなんで。なるほどね。なんかさ、一人暮らしだとさ、うん、あんまり汚れんじゃん。まあね、だから俺3日に1遍ぐらいかな、掃除機かけてね。そもそも物少ないもんね。そう、物が少ないね、まず。僕ね、引っ越しようかなと思ってるんですよ。随分飽き性だな。ん？随分飽き性だな。まあね、なんかね、引っ越ししてもいいかなって。ガチめな話じゃないですか。ガチめな話なんですけど、まあでも今年中には引っ越したいんで、冬とかに引っ越そうかな。え？冬とかに。あ、冬に。で、今住んでる場所は佐々木くんが住むと。そうですね。そうですね。で、もうランク上がっていく式ですから。でも、6月のさ、YouTube、まあ本気出したじゃないですか、俺たち。はいはい。で、まあ、もうすごいね、目標以上の結果を出したと思うんだけど。そうですね。出ましたね。たくさんの方の協力も得てね。そう。ただね、7月、全く決まってないんですよね。コラボとか企画とか言ってたな。那須川天心君との運動会、あ、4月にやりたいねとか。天心君でも試合なんで、天心君とはまたなんか取りたいっすね。そうっすね、来月ぐらいにね。まあなんか皆さんもね、うん、なんか企画の案とかあったらね、コメントで教えてもらって。そうですね。あ、ここ寄りますか、海ホタル。名前がいいな。パーキング海ホタルです。名前いいな。ちょっとマジでね、さっきからずーっと気になってたの、太ももなんかに刺されたんですよ、絶対。見えないんだけど、暗くて。蚊に刺された。蚊なのかな、これ。なんか場所によっては蚊に噛まれたっていうらしいですよ。蚊に食われたっていうね、俺たちは。蚊に食われたか。蚊に刺されたか。これもバドミントンできんかもしれんな、蚊に刺されたし。
ちょっとでもさ、現場の話で思い出したけど、キーブラじゃん、それ。いや、現場で思い出したんだけどさ、あの昔少しだけさ、あ、海ほたる寄ってね、なんか草をこう整える仕事。草を整える仕事って何？なんか聞いたことないぞ。いやいや、あったんですよ。工場とかの前の草をきれいに丸にするみたいな。ああ。草むしりじゃないよ。それ造園。造園、造園です、はいはい、そこの仕事の時にささくれが痛いから帰りますってやつがいましたから。この爪のささくれですよ。ああ。とんでもねえやつだな。そう。ショートだなそれどうせ。あれなんかすごいっすね、海ほたる。これなんか水族館みたいなとこ来ましたよ。おお、これ合ってんの？これ工場じゃないですか、ね、これなんかあれでも飯食うとこあるみたいなんですけど、時間ありますよ、飯食う。そんな時間はないっす、決して。あ、海めっちゃ綺麗。わ、久しぶり見た海。おお、綺麗。海ですか？おお、すげえ。テンション上がるね、やっぱ海って。俺らの街って感じ。うわ、潮風の潮の匂いすごい。よくわかんない。どういうことですか？腹痛い。マジで腹痛い。マジでいいとこやん、このパーキング。確かに。これちょっと取れますね、これ。サブちゃん増えますね。一つだけじゃあ断言していいですか？もうオチとして。はい。今日ミクル君ね、奥原選手から1点も取れずに終わります。あ、それはね、そういう決めつけ良くないです。吉田君って決めつけるの多いですから。これは間違いないですから。これ1点は絶対取ります。わかりました、ね。うん、じゃあこれジュースかけましょう。コーヒーだから、それ親方やんけ。